春に桜が咲くという一文をゆうこ先生に作ってもらいましょうか。今日のワンポイントフランス語レッスンです。春に桜が咲くですね。Les cerisiers fleurissent au printemps。 桜の木という名詞 cerisier は男性形ですが、この場合は一般の何々という意味ですね。桜という名詞についてお話ししますので、定冠詞を用います。さらに数えられる名詞ですので、この桜は複数形で表します。fleurir という動詞で、この三人称複数形は fleuris。読みが注意ですね。ここ、unt、三人称複数です。ここがポイントです。こういうところがテストで狙われますよね。そして、春には、au printemps。Les cerisiers fleurissent au printemps。 さすがゆこ先生、流れるようなレッスントークでしたね。春だけではなく、夏に咲く花、秋などいろいろな季節、そしていろいろな草花でフランス語作文をしてみてくださいね。では本日はここまでといたしましょう。